佐藤翔治は NTT 東日本バドミントン部所属の元男子バドミントン選手。東京都東村山市出身。右利き。身長168センチメートル、体重60キログラム。血液型 A 型。元バドミントン選手だった父親の影響を受けよう翔治からラケットを握り。小学3年生の時に小平ジュニアバドミントンクラブ入団。 早くもその才能を開花させ、1994年に全国小学生選手権で全国初優勝。1997年には全国中学生大会の優勝も飾る。1999年、関東第一高等学校2年にして、高校総体の男子シングルス優勝。翌年高校3年のインターハイでは、男子シングルス及びダブルス、そして、 団体のすべてを制止参観を達成する。当時のダブルスパートナーは現在隣運輸に所属し、ナショナルメンバーにも選出されている、佐々木賞。当時、超高校級の二人を擁する関東一校は、圧倒的な強さで各タイトルを取り、シングルスの準決勝での川前直樹選手とは接戦になることもあったが、まさに黄金期であった。2001年、佐々木と共に、 富士短期大学に進学。2002年には全日本学生選手権男子シングルス優勝。2003年 MMG アローズ入社。同年には全日本総合選手権男子シングルスで初優勝し、全人未踏の全世代優勝を達成した。2004年アテネオリンピックの男子シングルス日本代表として五輪初出場。2005年 実業団チームの NTT 東日本に移籍。同年の全英オープンでは、日本人選手として30年ぶりにベスト8進出。以後、2007年まで3年連続でベスト8入賞。2006年、トマスハイ準々決勝にて、日本チームは、敗れたものの、シングルスで、アテネオリンピックの男子シングルス金メダリストで、インドネシアのエースである。 世界ランク上位のタウフィック・ヒダヤットをファイナルゲームの激闘の末に破るという快挙を成し遂げた。2008年北京オリンピックに男子シングルス日本代表として出場。初戦の2回戦は勝利したが3回戦でピーター・ゲイドにゲームカウント1から2で敗れベスト16に止まった。2008年の全日本総合選手権以前は国内ではシングルス及び ダブルス、海外では主にシングルス選手として活躍していたが、同大会男子シングルス準優勝以降は、シングルス、日本代表を辞退。2009年、前述の通りシングルスの日本代表を辞退したため、国際大会のシングルスに出場することはないが、国内の試合ではシングルスにも出場している。全日本社会人選手権では、ダブルスは位に終わったものの、シングルスでは、 優勝を飾るなど、ダブルス転校後もシングルスの実力は健在である。同僚の川前直樹とペアを組んでいる、男子ダブルス、及び、2011年から松尾静香とペアを組んでいる、混合ダブルスでの2012年の、ロンドンオリンピック出場を目指した。平田のリアス、橋本博士勝ペア、早川健一、遠藤大友ペアとの熾烈な出場権獲得争いの、結果、 男子ダブルスの出場権を獲得。日本のバドミントン選手でオリンピック3大会出場を果たしたのはマスダ・ケタに続いて2人目。2012年末をもって現役を引退し、その翌年より日本代表ナショナルチーム女子シングルスコーチを務めている。ありがとうございます。